こんにちは、ミニマリストのぞみです。現在は夫、1歳の娘、0歳の息子と4人暮らしをしています。我が家の間取りは 3LDK、広さは64平米で、この家に住んで4年目になります。今回の動画では、大型家具6点を手放したリビングダイニングのルームツアーをしていきたいと思います。話す順番としては、 リビングダイニングのスッキリポイントこの部屋で減らしたものと減らしたことによるメリットまとめの順番でお話ししていきますよろしくお願いしますまずリビングダイニングのスッキリポイントですが3点ありまして1点目は家具類を極力置いていないてなことです食事をとる場所としてダイニングテーブルと椅子は残していますが それ以外の家具は一切ありませんスッキリポイント2点目はキッチンンカウンターーやテーブルに極力物を置かないことです特にキッチンカウンターは高さもちょうどよくて物を置きがちなんですけれどもこういった平らな面には何か一つ物を置くとどんどん増えていってしまうのでキッチンカウンターには何もできるだけ置かないでダイニングテーブルにも ティッシュ以外のものもは置かないいようにしています一時的にパソコンや筆記用具類を使ったとしても夫にも協力してもらっていますがすぐ元の場所に片付けていますスッキリポイント3点目はこの部屋だけでなく私の家全体に言えることなんですが色を統一していることです白とダークブラウングレーの3色で統一しています。 床や壁などの広い面は白系で統一してより開放感を出せるようにしていますダイニングテーブルやあと扉ちょっと映ってないんですけれども扉などはダークブラウンで落ち着いた雰囲気を出してそれ以外のダイニングチェアやあとカーテンですねそういったものはグレーで統一しています続いて こののリビンンググダイニングで減らししししたものに関してお話しします。この家は購入時モデルルームだったので家具付きのまま入居したんですけれどもその時についてきた大型家具をほとんど手放しましまた。今では娘と息子が生まれたので4人暮らしですが夫婦2人だけでこのマンションに入居して3ヶ月くらいの間でテレビテレビ台ソファー ローテーブルラグ2枚の6点を手放しましたそしてこれら大型家具を減らしたメリットは3点ありまして1点目は掃除が非常に楽になったことです動かせない家具がなくなったので我が家は月曜日と金曜日週2回ルンバを稼働しているんですけれどもそのルンバをかける際も こちらのダイニングチェアをテーブルに上げれば良いだけになっていますなので掃除を始めるのが非常に楽ですまた床にラグなどがあるとそこだけ重点的に掃除をする必要が出てきますけれどもそういったこともありませんまたテレビの裏におもちゃが落ちて拾うのが大変になったりという大型家具ありきの悩みもありません そのため掃除時間はダイニングチェアをテーブルの上に上げてルンバをスマホで稼働するだけなのでかなり時短になっていると思います次に大型家具を減らしたメリット2点目は子供の安全性が確保されていることです例えばソファーがあると子どもが登って落ちてしまう可能性もありますし ローテーブルやテレビ台などがあると角にぶつけて怪我をしてしまう可能性も考えられます大型家具全般がなくなってそういった心配もなくなりましたメリット三点目は子供が広々遊べることです二点目と関連してくるかと思うんですけれども大型家具がないので一歳の娘は広々走り回っており 良い運動になっているなと思っています雨の日などで一日家で過ごすことになっても広々空間を使って遊んでいますまた積み木などおもちゃで遊ぶときも視界に入ったり邪魔になるものが少ないので集中力や想像力を働かせられそうだなと思っていますということでこの動画のまとめになりますが 大型家具がなくなるだけでメリットがたくさんあります掃除がしやすくなりますし掃除時間自体を時短にできます子供のいるご家庭であれば子供の安全面が確保され遊ぶスペースが広くなりますなかなか大型家具をなくせないという人は一度その家具を動かしてみてどれだけスペースが生まれるかを見てみたりできるのであれば その家具を別の部屋に移動するなどしてない状態でしばらく暮らしてみるとメリットが分かりやすくイメージできるかなと思います。ということでこんな風に次回からも夫婦と小さい子どもの4人が最低限のもので暮らしている様子そのメリットや具体的な方法についてお伝えしていきたいと思います。 主に今のところはインスタグラムで活動しておりますので概要欄でリンクをご覧いただけたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。